悪い、すぐ行く。待ってろ、今行く。いつでもどうぞ。知るなよ。お待ちしていました。どうか今一度、記憶の糸をお紡ぎください。あんまり血を取りすぎちゃダメだよ。人間ってやつはすぐに死ぬんだから。本当に大丈夫なのか？人間をさらってくるなんて。シルバの犬どもにバレたりでもしたら。連中は過剰な血税で私腹を肥やしてるんだ。私たちだってうるさい子だね。その耳障りな歌をやめな。大丈夫だったか？話せないのか？ここにいた連中に喉を潰されたか？もう大丈夫だ。お前の安全は俺が保証する。手紙を読んだ。残念だが、お前の要望には応えられない。レブナントになったところで、行き着く先に未来はない。命を無駄にするな。過去のことは忘れて、この施設で余生を過ごす。どうか今一度、記憶の糸をおつ過去を忘れることなんて私には無理。あの人の悲しそうな目を見るたびに心が痛くなる。どうして自分だけがこんなところにいるのか。あの人のために私に何ができるのか。君が検査に申し出てくれて本当に助かったよ。これほどの高い適合率は君が初めてだ。ただしこの検査は結果を確定つけるものではない。下手をすれば自分自身を失うことになる。それでもいいのかな。決意は固いか。それだけの意志があれば
きっといい方向に導いてくれるはずだ。新たな継承者というのは、あなたにずっと伝えたかったことがあるの。ありがとう、私を救ってくれて。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。こんな方法でしか侵害の封印を維持できないなんて。侵害の暴走を許せばより多くの犠牲が生まれる。他に方法はない。耐えられないのならついてくるな。複数の侵害を取り込めるのか。お前の歌で暴走を鎮めることで。少し苦しいけれど大丈夫。あなたが抱えてきた痛みに比べればこれくらい。ここなら安全だ。少し休み。休み。ごめんなさい、私のせいで。気にするな。たまにはゆっくり夜空を見上げるのも悪くない。よく耐えてくれた。安心しろ。お前の死骸は俺が代わりに。止めるな。俺は。
った。でもどうぞ。備えあれば。終わったな。いや、まだ終わりじゃない。会いに行こうぜ、もう一度。何をバカなことを。そんなことができるわけ。ジャックと出会ったとき、私はレブナントに飼われる所持物だった。喉を潰され、声を失っていた私を、あの人は何も言わずに引き取ってくれた。ずっと、その恩返しがしたかった。私には適合者としての素質がある。この体が少しでも彼の役に立てるなら、その結果、人間を捨てることになった。目が覚めたのね、ジャック。傷は痛む。眠ってしまっていたか。大丈夫だ。こんなことにお前の喉を使うんじゃない。その命令は聞けないわね。私はあなたのために歌うのが好きなの。自分を責めないで、ジャック。あなたは優しい人だから。私は後悔はしてない。でも、最後にもう一度、あなたのために歌いたかった。
辛い思いをさせてしまったな。そんなことないわ。何もかもを失っていた私に、あなたはもう一度光を取り戻してくれた。この声も。そんな顔をしないで、ジャック。いつかはこうなる運命だった。侵害を受け継いだ時から。それでも私は幸せだった。あなたがいてくれたから。ああ、俺もだ。あなたは、あなたの使命を果たして命を燃やし、運命の時が巡るまで精一杯生きて。エヴァ、歌ってくれないか、俺のために。ありがとエヴァ。エヴァが元の姿に。侵害の侵食を免れた。すぐに対処できたことが功を奏したのか。ありがとう。あなたがちぎれた心をつないでくれたのね。エヴァ、なんと言ったらいいのか。
何も言わなくていいの。もう少し一緒にいさせてくれるかしら。ああ、もちろんだ。俺たちはこのままミドを追う。追うって、どこにいるか知ってるのか。侵害を利用した実験を繰り返し、エヴァから複数の侵害を奪って姿を消した。奴の目的はおそらくクイーンの復活だ。そのためにシルヴァの侵害をも奪うつもりなのだろう。シルヴァも継承者だったのか。問題はそれだけじゃない。赤い霧、レブラントが渇きにあえぐ霧の牢獄を生み出した世界の果て、あれを作り出しているのはシルヴァだ。何？どうしてそんな真似を。暴走したクイーンと戦うにはどうしても戦力が必要だった。そのために多くのレヴナントが生み出された。結果的にクイーンを止めることには成功したが、外の世界には多くの人間たちが暮らしている。赤い霧がなければ血に飢えたレヴナントやロストが野に放たれてしまう。それだけは防がなくてはならなかったんだ。お前たちのようなレヴナントばかりであれば、そんな心配もきっと必要なかったのだろうがな。砦への道を開こう。急げば奴に追いつけるかもしれない。一つ警告しておく。忘れるなよ。侵害を持つ者は常に暴走の危険をはらんでいるということを。いい目に育ったな、新入り。